Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋なここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは屋外広告物を考える月間のお知らせです。名古屋市では9月を屋外広告物を考える月間と定め、違反広告物の是正強化を図っています。違反広告物とは、道路上にあるガードレールや電柱などの公共物件に許可なく掲示された立て看板、上り旗、張り紙、張り札などのこと。違反広告物が町に氾濫すると、町の景観を損ない、快適な生活を奪うだけではなく、運転者や歩行者の視界を妨げる原因となり、道路交通の安全を阻害する恐れがあります。屋外広告物を考える月間中は、違反広告物をなくす運動として、市内の各地域で市民の方とともに違反広告物をなくすパトロールを行っています。また広告物のルールやマナーについて多くの方に知っていただくため、あ、危ない、定期点検で落下事故を防ごうをキャッチコピーに、学区掲示板などへの啓発ポスターの掲示といった啓発活動を行っています。屋外広告物を考える月間をきっかけに、違反広告物をなくしていきましょう。詳しくは住宅都市局都市景観室、電話 052-972-2735 052-972-2735 までお問い合わせください。 NEXT。続いて、サラ金・多重債務特別相談窓口のお知らせです。追加借り入れができず返済が苦しくなった、家族に内緒の借金がある、誰にも相談できないなど悩んでいる方はいませんか？名古屋市消費生活センターでは、サラ金・多重債務特別相談窓口を設置し、問題の解決をサポートしています。消費生活相談員がお話を伺うほか、必要に応じて事前予約により弁護士の相談も受けることも可能です。消費生活センターでは、弁護士相談にも消費生活相談員が同席して相談をお手伝いします。相談の受付は月曜日から金曜日午前9時から午後4時15分まで。名古屋市内にお住まいの方、もしくは在勤在学の方が対象となります。なお、消費生活センターは事業者ではなく個人を対象とした相談窓口です。多重債務を解決する債務整理の方法を正しく理解して、一日も早く生活を立て直しましょう。相談の受付は名古屋市消費生活センター、サラ金・多重債務特別相談窓口、電話 052-223-3160 052-223-債務0まで。相談は無料、秘密厳守、プライバシーは守られます。不安な時は一人で悩まず、お気軽にご相談ください。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここで、名古屋市下水道科学館で開催される下水道科学館祭りのお知らせです。下水道や水環境について楽しく遊びながら学べるイベント、館内の常設アトラクションはもちろん、簡単な工作教室やステージでの自由参加型下水道クイズ、会場の地下で実際に稼働している名城水処理センターの施設見学もお楽しみいただけます。また今年は2種類の新たなステージショーにも注目。開催1日目は、南極などで発生する冷たい風ブリザードを疑似体験することができるサイエンスショー、2日目は生活で必要な排便について学ぶことができる快便うんちくんショー、このほか近隣施設をめぐって楽しめるスタンプラリーも新たに実施されます。開催は今週末9月8日土曜と9日日曜の2日間、両日とも午前9時30分から午後4時30分まで。地下鉄名城線名城公園駅1番出口から徒歩5分の名古屋市下水道科学館で開催、入場は無料です。詳しくは名古屋市下水道科学館、電話 052-911-2301 052-911-2301 までお問い合わせください。さて、今日ご紹介したお知らせに関しては、このコーナー名古屋シティ I love 名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。
YouTube やラジオクラウドにもアップしていますので、ぜひチェックしてください。名古屋シティ、I love 名古屋、今週金曜日もお楽しみに。